この度は大賞受賞おめでとうございます。今回、加納成男先生が、工程計画と管理における数理科学的手法の開発と、その ICT 化の促進に関する学術的講演と、題する、大賞を建築学会からいただいたので、それを記念して、建築社会システム部門としてインタビューを実施したいと思います。それでは早速なんですが、大賞受賞の感想を教えていただければ幸いです。はい。まずは非常に嬉しく思いますね。私50年やってきたんですけども、共に研究してくれた学生諸君とかですね、それから先輩諸士、いろんなご注意とか、アドバイスいただいて、それからあと、企業の皆さんですよね、いろいろ現場を見せていただいたりして、非常に大きな知見を得ることができましたので、そういう方々に恩返しできるというか、そういう面で非常に嬉しく思っています。今回の大賞受賞の業績の概要について、加納先生から、はい、お聞かせください。先ほどテーマありましたけども、私のテーマは、工程計画と管理。だから工事を、なんていうか、単行期にするとかですね、生産性を上げるとか、安全性を高めるとか、そういうことを目指して、工事技術者の方々が、従来から、経験とですね、それから知識ですよね。それから大きな発想力。そういうので、どっちかというと人間的技で工事計画、工程計画を作って、さらに運営もしていると。いう、現状で、それで別に悪くはないんですけども、そういう中に、数理科学的な、思考とか、アルゴリズムを使うことによって、さらに計画や管理の効率化を果たす。それを、目指しているわけですよね。で、究極の目的っていうのは、誰でも感じると思うんですが、工程計画の自動作成とかですね、工程管理の、自動運営。そこが非常に最終目的なんですけども、そこはちょっとね、そう簡単にはいかなしてないんで、まずは、工事の計画や管理に運営に携わっている方々の支援というか、その支援があればより良い工事の計画ができる、運営ができる。そういうことを目指したんですね。で、あと、私の研究の特徴っていうのを挙げると、私の研究っていうのは4段階でやってるんですよね。で、何かというと、まず、工程計画とか管理の夢っていうか、こうありたいとかですね、こうできるんじゃないかっていう夢があるんですよ。それ夢をまず考える。で、それが第一段階。で、じゃあ第二段階っていうのは、その夢を実現するためには、どういう方法論を使って、どういうアルゴリズムで、それからどういう手法を使えば、数理科学的にその答えが出せるか、ということを考える。そこが第二段階。で、第三段階は、じゃあ夢とその方法論があってもですね、実際に動かないと意味がないんですよね。だから、そこでプログラムを作ると。で、このプログラムが大変なんですよね。非常に時間がかかる。で、どっちかというと、言い方悪いけど、ちょっと面白くないところなんですよね。淡々とした単調作業で。そういうのが、私のたちのプログラムだったら、大体数万行必要なんですね。書くの。そうすると、1年近くがかかるんです。で、そのプログラムを作って、で、そのコンピューターにそのプログラムを実装して、で、実際に事例を入れて、動くことを確認すると。で、確認できれば動くわけですね。だから、ああやって、こうやって、こうやれば、こういうことができるんじゃないかっていうのは、それは簡単なんですよ、言うのは。だけど、それが実際に動いたっていうことになると、そこから
さらに一歩、まあ、進められるということで、私はまあ、4段階を、まあ、基本にいろんなテーマについて、まあ、やってきた。まあ、それが今回まとまった受賞につながったと思いますね。ありがとうございました。加納先生が今言われたような工程計画、あるいはコンピューターを使った研究を始めるきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。きっかけですね。まあ、私、皆さん、他の研究者の方々もそうだけど、まあ、大学入って、その大学で、まあ、卒論を取って、そこから研究が始まっていくっていう、まあ、プロセスですけども、まあ、私が入った、まあ、1966年ですかね、大学。まあ、その頃っていうのは、ちょうど霞ヶ関ビルが建設中で、で大学院が入った頃は、竣工してですね、で、霞ヶ関で何が分かったかっていうと、まあ、工程ネットワーク手法っていうのは、ちょっと使えるじゃないかというのが分かった話と、あと、霞ヶ関ビルを作るのに、まあ、工程計画とかですね、工程管理。まあ、これが結構重要だと。この経験と勘だけで工事はできないよっていうのが、霞ヶ関、まあ、巨大ビルですね。その巨大ビルで、そういう工程管理とか、重要性が、まあ、認識された時代だったんですね。で、まあ、私もそういう、何か、大きなビルの建設っていうのは、まあ、工事管理者がやるっていうのと同時に、まあ、経験と、あと、その技術ですよね。で、それを、学術的に、まあ、研究したいなっていうのが、まあ、思ったわけですね。で、ちょうど私の恩師の田村康先生っていうのが、アメリカからその当時、1年前ですかね、帰ってこられて、で、もうその時から、田村先生は、建築の生産性っていうものを非常に熱心に研究されてたんですよね。で、まあ、そういうわけで私は個人に興味があったので、田村研究室に入って、まあ、卒論を取った。で、卒論は、浜松町にある、世界貿易センタービルのちょうど建設工事やってましたので、そこでカーテンウォールの作業測定ですね。ガバンを持って、その作業者のことを追いかけて、この作業に何分かかったとか、この移動に何分かかったとか、そういうことを、巧妙に調べて、記帳する。で、まあ、夕方現場から帰ってきて、それを、平均、まあ、まとめるっていうかね、まとめて平均値取って、で、まあ、整理するわけですけども、まあ、その当時っていうのは、まあ、今の諸君たちは知らないと思うんですけど、タイガー計算機っていうのがあったんですね。タイガー計算機っていうのは、歯車式で、まあ、3×4 だったらば、3に、こう、メモリ合わせて、4回、こう、回すと。で、割り算は4回逆に回すと、割り算になる。まあ、なんか、そういう仕組みの対話計算機で、まあ、多分、それ私の年代の方々は、対話計算機っていうのは、何回かやる、絶対使ってるはずなんですよ。で、その時代に、あってですね、その当時、1970年ぐらいですかね、大型コンピューターが大学各所に入ってきたんですよね。それで、ちょうど私の卒論と大学の大型コンピューターが使える、学生が使えるような状況とはマッチングしてですね。それで、現場で取ってきたデータの整理とかですね。それは平均値を取る。で、標準偏差を取る。当時、標準偏差を取るっていうのは、非常に大変な話でですね、標準偏差を出しただけで、大したもんだって言われた時代なんですね。で、そういう標準偏差を出して、まあ、卒論を作ったっていうのは、まあ、まず、第一段階ですね。それで、そこで気がついたのはですね、まあ、統計計算して、標準偏差を出してます。で、まあ、建築のその作業、まあ、カーテンウォールの作業であれば、作業っていうのはばらつきが多いんですね。一定の時間で終わらなくて、早く終わったり遅く終わったりするわけです
だから、そのバラバラで作業をやってるなと、まあ思っていたんですけども、その標準偏差を出して、平均値を、まあ計算機で出して、で、標準偏差を平均値で割ると、変動係数っていうのが出るんですね。で、変動係数というのが出して、こうずっと見るとですね、そのちょうど世界貿易センターのカーテンウォールの取り付け工事の移動とか何とか取り付けとかボルト締めとかですね、調整とかいろんな作業あるんですけども、その作業の多くは変動係数が 20% に近くにこう集約していくんですよね。だから、その建築作業、まあいろいろありますけども、現在この作業の癖っていうか、ばらつきがバラバラなようなんだけども、変動係数は 20% ぐらいの値になってくるっていうのが、それは非常に驚きでしたよ。その、現場を見てても、わからない。で、単純な手計算で平均値出してもわかんない。だけども、変動係数を苦労して計算機で出せば、なんか心理が見えるっていうか、目で見えない心理が計算機の、まあ、数量的な解析から見えてくるっていうのは、まあ、非常にこう、なんか夢がね、あるなと思って、まあ、それからいろんな工程ネットワーク手法とか資源配分とか、まあ、数理計画手法とか、システムシミュレーションとかね、まあ、そういうことに、こう、なんていうか、コンピューターを前提として、数理科学的に解析していくという、まあ、ことを考えました。まあ、そこが始まりだと思いますね。ありがとうございました。やはりそのコンピューターの進歩というのが、そういった計算を容易にしたり、最近であれば、ビームをはじめとして建設産業自体に大きな影響が、まあ、与えられていると思うんですが、どれぐらいコンピューターの登場によって、建設産業が変わったのかっていうのは、なかなか最近入ってこれでは体験しづらいんですけども、加納先生、半世紀にわたって研究されてきて、そうですね、感想などを教えていただければと思います。まあ、私の年代の人っていうのは、多分、学生時代にコンピューターが入って、まあ、お前とコンピューターが入って、まあ、今の時代をね、迎えてると思うんですけども、まあ、その思い返すと、まあ、やっぱりコンピューター自体ですよね。その先ほども言った数理科学的な手法、こうやって解けば答えが出ますよっていうのは、これは結構もう早くから分かってたんですよね。こうやってやればその最適化が出る。それは分かってるよって話だけど、いや、実際に計算してみるってやると、それで計算でやると1日かかるとかですね。そういう話で、まあ理論上は面白いけど、実には使えね。使えないねっていうのが、まあ、その私が大学入った頃ですよね。だからまあ、コンピューターができてから、そういうことが、その数理科学的手法が実務に使えるんじゃないかっていう、まあ、希望が出てきたっていう頃ですよね。まあ、それから、まあ、項目上げていくと、まあ、工程ネットワーク手法とかですね、まあ、そういうのができたっていうのと、あと、システムシミュレーションができるようになったとか、それから、まあ、データベースですよね。大量のデータを蓄積して、まあ、必要ない時に取り出すとかですね。まあ、そういうことができるようになって、それから、まあ、しばらく経って、やっぱりインターネットっていう時代にね、私が研究途中で出てきて、これそんなにインターネットが重要だとはあんまり思わなかったんですけど、やっぱりインターネットで、例えば現場だったらあちこち分散してる現場が、その一つのデータを共有できるとか、お互いにデータを入れ合って共有できるとかですね。その効果っていうのは分かり知れないっていうふうに思いますね。まあそういうインターネットの時代があって、あと、まあご存知のように三次元 CAD、その三次元スキャナー、その時代ですよね。で、三次元で物を考えるっていう、これももう昔から分かった話で、それがあると便利ですよねって話だけども、やっぱりそれが、なんていうか、そのコンピューターを、負荷を、あまり考えないで、その三次元で、パースペクティブのものを見れるとかですね、いろんな数量を弾き出せるとか、
まあ、そういうその三次元の世界、これがまあインターネットの後でそれがまあ来てですね、これはやはり現三次元で建物をまあ設計したり作っていく、そういう我々建築関係者にとってはまあ衝撃的なね技術だと思うんですよね。だからこの技術をまあ、まあ、ビブとかそのデジタルトランスファーってありますけど、この技術がやっぱり将来さらに伸びていろんなことにね、まあ研究のベースですよね、それが使っていけるんじゃないかなと、まあ、期待はしますね。わかりました。それではもう最後にですね、これからこういった分野を研究していく次世代に向けたメッセージをですねいただければと思います。そうですね今デジタルトランスファーってもう非常にこうなんていうか、そういう面では私のような研究している人の追い風になっているんですよね。まあ、どうしてもね、建築関係者っていうのはそのコンピューターへの入力とか出力にどうしても目がいっちゃうんですよね。まあ、それは当然だと思うんですけど、だからコンピューターの中でどういう方法論でどういうアルゴリズムでどうなってんだっていうのは、まあ、それはそのコンピューター技術者に任せておけばいい、まあ、そう考える人は結構多いんですよね。あまり中に入りたくない、まあ、それもわかりますけどね。だけどもやっぱりそのコンピューターの中でこういう方法論、こういうアルゴリズムで答え出すんだと、でこういうアルゴリズムを使ってるから計算時間が長いんだとかですね、それから最適解が無理だとかですね、まあ、そういう時折よりの、その、なんていうか、うまくいかない話ってたくさんあるんですよね。だそういうことをやっぱり勉強してほしいっていうかね。だから、建築の知識に加えて、コンピューターの知識、まあ、数理化的な知識もそうですけど、ね、そういう知識を持って、まあ、両方を持った人たちが、その、こう、デジタルトランスファーで、まあ、活躍すべきだと思うし、まあ、ぜひそういうデジタルトランスファーに興味ある人は、その中身もその自分の知識として、まあ、持ってもらえればなと思います。確かにその通りですよね。非常にどんどん新技術が出てくる時代ですから、まあ、それでは勉強していく方がどんどん増えてはいるんですけれども、内部から両方理解した人材というのが求められます。それでは非常に興味深い話がたくさんあったんですけれども、この度の大賞のインタビューはこれで終わりにしたいと思います。加納先生、どうもありがとうございました。